ウチハ一族のアジトでサスケはイタチと対面する。イタチはサスケとの会話の中でシャリンガンを持つ3人目の男について言及する。ウチハ・マダラ、それはコノア隠れの里の創設者の一人であり、初代ホカゲの千住柱間と最後まで争った男の名だった。マダラは万華鏡をシャリンガンの代償として失明するのを避けるため自分の弟から両目を奪い取った。そしてイタチもサスケの目が自分のスペアであり、そのためにサスケを生かしたと断言する。あんたとの因縁、今日ここで終わらせる。大した気概だ。だがお前の目では何も捉えることはできない。お前の目は何も見えていない。いや、俺の目にもはっきり見えているものがある。イタチ、あんたの死に様だ。俺の死に様か。再現してみろ。あの夜、ウチハ一族を滅ぼしたあの夜、あれはあんた一人でやったことなのか。いくらあんたでも一族全てを相手にやれるはずがない。あんた以外の誰かがあの夜いたはずだ。気づいていたか。誰だ、誰があんたに協力した。ウチハマダラだ。ウチハマダラ、この花くれ創設者の一人、俺の相棒であり師であり不滅の男。創設者だと？それならとっくに死んでるはずだ。それごとはやめろ。どういうこと？ここだ。シドリエース、シドリを、シドリ、カトン、豪華球、カトン、豪華球。アマテラス、これが俺の最後の術になる。雷鳴と共に散れ。終わった、終わったぞ。これがお前の再現したかった死に様か。本当に強くなったな、サスケ。これがなければやられていたな。ここからが本番だ。これが俺の切り札、サノーだ。スサノーだと？カトン、豪遊者の術。カトン、豪遊者の術。カトン、豪遊者の術。邪魔だ。
見せろ。寄るな。人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られに来ている。それは現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。マダラが死んでいるというのはお前の勝手な思い込みだ。お前もその目が何一つ真実に捉えていない。お前は何も見えていない。邪魔だ。距離を取ったつもりか。邪魔だ。お前は俺には勝てない。これをどうするサスケ。見せろ。皆さん、寄るな。距離を取ったつもりか。邪魔だ。素早いな。だが私が力を貸してあげるわ。こっちまでは抑えきれない。オロチマルのヤマタの術か。得るものが出たな。うちはの力は私のものよ。仕上げだ、サスケ。これでお前の目は俺のものだ。何言ってやがる。何か手はないのか。奴を倒す手は。
俺に傷を与えることはできない。どうすれば。こいつは。ダメだ。もうチャクラが。一か八かだ。いないのか。何をやっても無駄だ。くそくそ、下がるしか。もう終わりだ。ここまで壁。俺の目だ。お前は、俺が。お前は弱い。兄さん、まったく、一緒に帰ろう。仕方のない奴だな。愚かな弟よ。こんなこと。恨め、憎め。新しい手裏剣術を教えてくれるって約束しただろ。兄さん、なんて遠いんだ。俺とお前は唯一無二の兄弟だ。俺はお前と共にあり続けるさ。骨肉を分けた兄弟の死闘が終わった。サスケは一族の宿敵であるイタチを倒した。しかしそこへトビが現れる。トビは自分がシャリンガンを持つ3人目の男ウチハ・マダラでありイタチの協力者であると明かす。トビの語るイタチの真実は疲弊しきったサスケに大きな衝撃を与え混乱させるものであった。イタチは木ノ葉隠れの上層部の命令に従ってずっと行動していたのだという。クーデターを計画したウチハ一族を滅ぼしたのも犯罪者の汚名を背負い抜け人となったことも全ては里の命令であった。許せサスケ、これで最後だ。サスケはついに理解した。忍びの世のため、木ノ葉のため、そして弟のサスケのために、全てをかけた兄ウチハイタチの生き様を。我らは蛇を脱した。これより我ら正体は名を鷹と改め行動する。鷹の目的はただ一つ、我々は
木の葉を潰す。サスケは正体の名を鷹に改めると、暁と手を組み、木の葉隠れの里への復讐を決意するのだった。